え、入試ってそんなに変わるんですか。で、この学部独自試験がなかなかに特徴的なんですね、はい、レベル上がった、これは見とかないと死ぬ、まあ、従来の早稲田定型とかなり近いかなと。放題始まりました、マジチャンネルです。今回はですね、はい、平田ゼア、どうも、早稲田学塾代表の平です。よろしくお願いします、はい、森田先生、はい、本日はですね、まあ、久々にやってまいりました。まあ今までも何回かね追ってきたんだけどね、うん、早稲田政治経済学部の新入試に関して新情報がありますので、はいはいはい、それをお送りしたいと思います、うん、なるほど。多分まあ今回が最後になるんじゃないかなと思います、うん。実はですね、まあ、今まで多分去年から何回かにわたって早稲田政治経済学部新入試こうやって変わっていくんだよっていうのを何回かにわたってきたんですけど、はい、うん、もしかするとね、森出チャンネルをね、もう作文者の方が見てたかもしれませんね。ちょっとこうまた構成を練って、あの7月末ですね、はい、にもちろん本当早くやりたかったんだけどね、うん、まあ、7月末にサンプル問題2というのが出たんですよ。おー、ターミネーター2みたいですけどの2が出て、でそれがまあちょっとまた少しねバージョンアップしているというか、うん、なんでそれをちょっと話していきたいと思います、はい、まずまあ早稲田政経に関してちょっとおさらいをしたいんですけれども、うん、早稲田政治経済学部はこの2021年入試からスタイルが大きく変わります。これまでは英国社90-70-70 の、あの受験スタイルで230点満点だったんですけれども、この2021年入試から共通テスト100点満点、そして一般入試100点満点になります、うん、で、はい、この共通テストは600点分が100点に凝縮されます、はい、だからまあ東大ほどではないんだけど、まあここで差はちょっともうつかないだろうなと、うん、まあ、差つけるとしたらどっちかってやっぱりこの学部独自試験になってくるんですよ、うん、でこの学部独自試験がなかなかに特徴的なんですね、はい、森田先生もちょっとこうプリント法のご覧になりながら見ていただきたいんですけれども、はい、まずどんな入試スタイルになるかっていうと、時間は120分なんですよね、うん、で120分で大問3つです、はい、で大問1が国語というか、まあ、国語にもちょっと取れないような感じなんですけど、まあ、詳しくは見てみていただきたいんですけど、まあ、いろんな図表とかそういうのがたくさん出てくるんですけど、まあ、そういうのを見ながら選択肢を分析していく、まあ、ちょっとこう国語に近い問題というかね、そんな感じの問題ですね。でこちらがね結構難しくてですね、ほうほうほう、内容がもう1票の格差についてなんですよね、はいはい、で1票の格差なんてなかなか聞いたことぐらいはあるかもしれないけど、どのぐらいの人が高校生知ってんだろうみたいな感じですよね。これ現代文みたいに解くんですか。まあ現代文みたいに解くのがまあいいでしょうね。それしかやりようがない。選択式なんですか。あ、選択式です。ただ記述式もあります。おう、うん、どっちもあります。でその記述式がまたちょっと特徴的で、例えばこれだと、まあ、1票の格差に関する文章がテーマなんですけど、この日の講義の最後において以上の理由から1票の格差をなくすことが大切ですと講師が述べたとする。それに対する反論を理由を一つ述べた上で記述回答用紙に書きなさいみたいな、まあ論述ですよね、はい、うん、まあ小論文みたいな感じですね。そうですね。結構これがね、まあ割と皆さんの読解力とかこれまで培ってきた記述力だったりとか、そうね、発想も必要かなという気がしますからね。うん、なかなかちょっと難しいと思う。ただやっぱり内容としてその一票の格差が何なのかとか、うん、そういういわゆるもう知らなきゃ書けないでしょみたいな方向性ではなく、はい、まあこれはもう早稲田政経からのメッセージがもう見て取れるんですけど、まあ、一票の格差とは何かみたいなのをちゃんと説明はしてくれてるんで、うん、多分完全に置いていかれるってことにはならないかなと思いますね。うん、でまあこの大問1が、まあ、45点分ありますよっていう感じですね、はい、まあ、ちょっと国語的な問題ですね、うん、いろんな図表も見たりしながら分析とかもしていきますっていう問題ですね。大問2が英語になります、はい、英語長文、まあ、長さ的には、まあ、1000ワーズオーバーぐらいかなっていう感じですかね、うん、概ねね。でこれはね内容とかレベルというか、はい、まあ、従来の早稲田政経とかなり近いかなっていう感じですか ね。結構僕らみたいな予備高校講師の人間が早稲田政経の入試問題の英語とかはこうすごくこう面白いっていうじゃないです か、はいはい、なんか解くのが、うん、楽しいというか、うん、まあ、なんかこう従来の早稲田政経の楽しい面白い入試問題になってるかなっていう、うん、なんか解き応えがあるというか、あ、解き応え、ね、うん、変な問題とかもないというかね、うん、結構これは早稲田政経の従来の入試問題とほぼほぼ同じような感じかなと、うん、なるほど。ただまあさっきの国語の準国語の問題もそうなんですけど、うん、文章の内容がね結構まさに政治経済なんですよね。おー、うん、結構だからね政治経済系の文章とかを読み慣れてないとちょっと
ついていけないかもしれない。なるほど。なかなかハイレベルな中身だなっていう感じはする。ただ問題はやや解きやすいかなという感じはするかなと思います。そしてちょっとまあ特殊な問題だなと思ったのがこの問7みたいな問題なんですけど、はい、なんかこう本文の最後の方でこの空書にはまとめになるような文章が2文入りますみたいな、うん、でそこに入るであろう内容を日本語で85ぐらいで書きなさいみたいな感じなんですよね。すごいですね。日本語にするんですね。うん、そうそう。もう英語でええやろって思っちゃうんだけど、そうかみたいな。まあ、ここで求められる力は、まとめる力というか、やや要約力にサマライズって書いてましたよね、確かね。そうね。だから、まあちょっと要点をね、ちゃんと自分でキャッチする力というかね。まあ、それが求められてるのかなと。結構、東大。国際教養みたいな。本当国際教養みたいですね。東大志望者とか得意そうですよね、こういうのね。まあね。っていうのは、まあ問題になったかなと。なるほど。あとは空書補充とか内容一致。そう、空書補充とか内容一致。あと、あれもある。あの、ほら、段落内での文章正常、はいはいはい、うん、あれもあったりするんで結構探してる。整形の、もうまさにザ、これまでの整形の入試問題ですって感じですね。そしてラストの大問が自由英作ですね、はい、でこれもね従来のね早稲田整形の自由英作とテーマおよび分量ともに同じぐらい15分ぐらい解けっていう時間も一緒、うん、だからまあこれもこう過去問の演習が効くかなと思うんで、大問1以外は大問2と3に関しては結構過去問の演習が効いてくるかなというような分析ができます。レベル的にも一緒ですね。 Print media will disappear from the world ということでね、うん、世界から紙ベースのねメディアよくね出ますよね。これもこれなんか過去問にあったような気がするんだけどな、気のせいかな、なんか法学部であったような気がするんですけどね、まあ、よく紙の本と e-books のこの対決みたいなのがしょっちゅう出てくる、うん、出ますよね。であとはまあ大問1に関しては必ずサンプル問題受ける方は見ておいてください、うん、これは見とかないと死ぬ。結構最近うちの受講生とかと話をするんだけど、うん、まあ、今年入ってきた子たちの中でも入試ってそんなに変わるんですかみたいな、いまだに立教大学が普通に英国社で受けれると思ってる子たちとか、はいはいはい、青学とかもそうなんですけど、うん、思ってる子たちが多いから、多分今年の入試は僕の勘だけど、うん、全国的に入試会場に行ってえってなる生徒がたくさんいるんじゃないかな。さすがにそんなのいるのか。それどころか、なんだろう、会場行ってからはないでしょ、さすがに。どうだろうね、でも分かんないですよ。いや、だってあと共通テストも受けてないのに立教とか青学受けに行くとか行けない、行けないかな、まあ、そんなやつでもいるんじゃないかなとか思ったりしてるんだけど、なんか過去問とかやって度肝抜かれたりとか、ね、そう、それあるということなんで、今回ちょっとこうね久々に早稲田整形入試新情報ですっていうことで、はい、ちょっと発表しましたが、英作文は 1個だけなんですね。作文1個ですね、自由英作でね。なるほど。すごくいい問題になったなという感じ。前はなんか簡単すぎみたいな、ね、そうそう、ちょっとねレベル上がった。おお、ああ、レベル上がったというか、うん、なんか従来の早稲田整形らしい感じになってきたというか、うんうん、で大問1に関しても読みづらいし、で内容も高度で、ただまあ設問解くっていうことがね、まあ、そんなに大したことはないかなという印象なんだけど、でもなかなかここまで特殊になられると、うん、ちょっとうろたえてしまうかなっていう気もする。だって練習できないもん、うん、他の大学でこの手は。じゃあ概要欄に貼っときますね、ぜひ、はい、自分でね受ける方は解いてみてください。はい、今回は早稲田整形の新入試続報ということででした。皆さんにおいでいただきました。時間たっぷりあるから落ち着いて解いてね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching Thank you for watching